と突破するぞ。突破するぞ。突破するぞ。皆配置につけ。位置につけ。クイーンピコール
配置につけ。配置につけ。止まれ。とっとと突破するぞ。どっこいしょ。
これ。光が渦巻いているな。なんだ一体。これは。知ってるの？アンジュ。綺麗じゃん。触って大丈夫か？平気平気。ほら、別に危険は。
プリントだ。死にたくなければ死の果てまで逃げろ。撤退撤退。聞け、このアスラ、この一戦の勝利をもって天上界統一を果たしたと宣言する。戦闘はもはや無意味。このアスラ、ラティオの民をも手厚く遇することを約束しよう。これでしばらく戦収めか。寂しいが、これも定め。アスラ様、とうとう統一を果たせたのね。その通りだ、イナンナ。これでお前に、この世界がかつての美しさを取り戻す光景を見せてやれる。嬉しきことよな、アスラよ。わしのような年寄りの昔話をよりどころに、この偉業を成し遂げてくれようとは。そうだ、ブリトル。あなたがかつて生きた世界、あなたの語った寝物語こそが、俺のすべてだ。恩返しかい？まったく、律儀な子よのう。アスラ様、オリフィエル殿が参られております。そうか、通せ。あのアスラ様、ハギョ達成おめでとうございます。うん、これもお前の助力あってのことだ。誠に感謝し。おう、オリフィエル殿。アスラ殿。オリフィエル殿、俺の戦勝を祝いに来たにしては表情が優れぬ様子だな。ヒンメルが死んだ。いや、殺された。寝返った私への嫌がらせか、あなたへの同調者を減らす目的か。あるいはその両方か。俺に組みした目的がそのヒンメル救出であったな。私は不実なことをした。あなたの勝ちの知らせを聞き、つい酔いしれたのだ。その瞬間、私はヒンメルを忘れてしまっていた。あの子は私を待っていたろうに。
あなたに謝られる言われはない。かくなる上はヒンメルと等しく志を有した。俺の元に来てくれるのか。受け入れてくださいますな。マナ弟子一人救えぬ愚昧なる身であるが。無論だ。これで完全なる世界を作る目的にまた一歩近づけた。ケルベロスの承認を得、そして手に入れるのだ。創生力をな。見えた。今の光景はセンサスが統一を果たした時の光景だったのか。ヒンメル、みんな見てたわけ？リカルド、あんたは？見えた。不思議だが、俺はそこにいなかったのに。さっきの光の渦は結局何だったのだ？あれは天井の記憶の結晶。いえ、むしろ記憶の場かもしれません。なんでそんなこと知ってんの？同じものが聖堂の地下室にあったの。私が覚醒したのはそれがきっかけだったから。ほな、さっきみたいな他んとこにもいくつもあるっちゅうこと？ありうるな。これを巡って回れば。どんどん思い出せて楽しなるっちゅうわけやね。はあ？ちょっと待て！君も見えたの？
うち、ブリトラやった。本当に？嘘や。なんだよ、まったく驚かせやがる。っていうのも嘘。うちブリトラやってんて。自分は何？アスラ。アスラは僕だよ。あんたかいな。なんや、アスラとちごて本数い体しとんな。まあええわ、これからたっぷり食べな。うちが頑張って食わせたるから。ちょっとちょっと、本当にあんた竜だったの？そうそう、でっかい体で大空を飛び回り、ラティオの軍勢を蹴散らすんは爽快やったな。自分はあれか、サクヤか。違うわよ、なんか間違われるのムカつくんだけど。なんや、イナンナの方か。仲悪いは相変わらずなんやな。とにかく、昔から見てた夢に意味があったんやね。それは、あれは前世の記憶なんだよ。僕たちは前世で同じ世界に生きていたんだ。へえ、前世やったんか。なんか納得や。なるほどな。ちょいちょい夢で見ててんけどな、いつも寂しなんねん。どうして？天井を言うんやったかな。あの世界滅んでまうねんけど、うち一人だけ取り残されんねん。みんな死んでもうて、うちたった一人。ずっとそう、最後までアスラの名前つぶやいとったな。ほんでそのまま何百年、いや下手したら何千年一人っきりやねんな。で、この寂しさが永遠に続くんかなと思ったら、ブリトラがそんなに僕のことを。まあ目覚めでもあんま変わらへんねんけどね。仲間に話しても誰も取り合ってくれへんかったし。寂しかったのね。おいで、抱っこしてあげる。ええわ、うち今嬉しいねんで。なんか友達できたっぽいし。でもまだ寂しなったら抱っこしたってな。それでどうしました、リカルドさん。その目的のキノコだが、コーダが見つけて食ってる。で、なんで気づいたら止めないのよ。思い出に水を差すような無粋な真似はしたくないのでな。まずいな、しかしまずいな。やっぱキノコは汁に入れるのが一番なんだな。なんやの、このクソネズミは。飼い主誰やの？とりあえず全部食べたらあかんで。残ってる分私。一口しか食べてない。こんなまずいのはいらん。あげるぞ、しかし。
けあったら十分やろ。じゃあ戻ろうか。今頃他の子も仕事から戻ってきとる頃や。みんなに会わせたるわ。